見てください、これコロナウイルスです、コロナウイルス、すごくない？これこんな形してるんですよ、コロナウイルスって。皆さん知ってました？すごくない？でこれね、ピンチインピンチアウトすると大きくなったり小さくなったりするんですよ。でしかも回転もできるし、もうめっちゃ大きくしたらもう超ズームになります。結構気持ち悪いですねこれだと。見てー、すごくない？はい、今日はですね、ちょっとコロナウイルスについて勉強しようの回です。iPad のアプリの中に JIG Space っていう AR アプリがあるんですけど、それを使うとこうやってね、 iPad のカメラをかざすとそこにコロナウイルスが現れて、その生態についてとか、あとは形について勉強することができます。でこのアプリがね、なかなか優秀なので、今日はアプリの紹介しつつ、このコロナの生態についてみんなと一緒に学んでいけたらいいなと思います。でこの JIG Space なんですけど、無料のアプリなんで誰でもダウンロードできます。なのでこれ見ながらね、一緒にダウンロードしてもらって、コロナウイルスだけじゃなくて、いろんななんかそういう生態だったりとか科学について学べるアプリなんで、もうめちゃくちゃおすすめ、ぜひダウンロードしてみてください。でアプリ立ち上げると一番初めこういう画面が出てくるんですけど、この中から自分が勉強したい、生態だったり科学を選択します。でいろいろあるんですけど、今日はこのコロナですね、コロナバイアス今フューチャーされてるんで、これを、選択して GO って押します。でそうするとカメラが立ち上がって、この地面のサーフェスを検知してます。で今新型 iPad Pro 2020年のやつ使ってるんですけど、これ使うとすごく早くね、このサーフェスを検知してくれます。で今までの古い iPad だとこれめちゃくちゃ時間かかるんですけど、新型のやつだとこれピュンって出てくるので、すごい進歩してるなって思いましたね。で、いいなって思ったところをタッチします。でそうするとこのオブジェクトが出てくる。でこれがコロナね。でめっちゃ近づくこともできるし、だけどこう話すといないですよね。すごくない？これなんかね、めちゃリアルなんですよ。影とかも出てくるから、本当にそこにあるかのように見えるんですけど、やっぱ iPad 解けるといないっていうね、まあ当たり前ですけど。はい。で、まあいろんな角度からこうやって見れますね。で、2本指ピンチインピンチアウトで、こうコロナの細胞が大きくなったりしますし、あと1本指でくるくる回転させることもできます。で、超ズームしたらね、結構どこまででもズームしていきますね。で、近づいたら中見えるんですよ、そう。これね、チュートリアルしながら私気づいたんですけど、こうギュって持ってったら中見えることに気づいたんですよ。ちょっともう一回やってみますね。ギュって中を見たら、ほらコロナの中が見えるの。何これ、気持ち悪い。すごい、こう中身までちゃんと構成されてるのがすごいですね。感動しました。でね、奥までギュって進んでいくとちゃんと消えるっていうね。で戻ってきたらちゃんと空間認識して、その間のところは何かっていうのを映してくれるっていう、かなり精度高いです。でこれいろいろボタンがあって、今コロナのこのウイルスの位置っていうのは変えれないんですけど、右下に、位置をまた変更するボタンがあるので、ここを押してもう一回サーフェス検知して、またそこにボタンポチって押すと位置、ポジションを変えることができます。でこれは新しい iPad Pro の技術の話なんですけど、新しい iPad Pro ってライダースキャナーっていう、こう AR を読み取るスキャンシステムみたいなのが入ってて、それを使うとこういう本の高さだったりとかも読み取ることができるし、あとは最大5メートル先のものまで検知することができるんですよ。この iPad の方から光当てて、その返ってきた光を読み取って、このオブジェクトたちがどういう形をしてるのかとか、どこにサーフェスがあるのかっていうのを読み取ってるらしいですね。うん、私もそこまでね AR のことよく知らないんですけど、なんかすごいらしいですよ。実際使ってみると、この速さが全然違うから結構面白いなと、サクサク動いて楽しいなっていう感覚はあります。でこの JIG Space 結構面白いのが、このコロナの生態を学べるっていうところで、下に今英文が書いてあると思うんですけど、ここに説明書きが書かれてるんですね。でこれちょっと残念ながら英語しかないみたいなんですけど、ここに説明書きと、あと右に今矢印ボタンが出てると思うんですけど、それがステップですね、次のステップに進むみたいな項目になります。で今ここの下に書かれてるのは、2019年の終わりから中国の武漢っていうところで肺炎の症状を訴える人が出てきて、そこからこのコロナが始まったと。で今では COVID-19 っていう名前として知られてますよっていうのが書かれてます。
で次のボタンを押すとなんか新しいものが現れてますね。で下のキャプションも変わってます。でこの緑とあと青のこういう細胞みたいなのが出てきてますね。でこれが MERS で左が SARS で、この下に書かれているのがこの3つがファミリーなんですよね。コロナと MERS と SARS がコロナバイアスっていうファミリー でこの3つが結構深刻な症状を人とか人間に与えてくるっていう風に書かれてます。でこの SARS と MERS もちゃんとね中身見れるんですよ。こんな感じでこういうね細かいところをやってくれる AR アプリいいですよね。で次が動物ですね。動物が現れました。コロナの周りに動物動物のねクオリティがちょっといまいちなんですけど、まあちょっとそれを置いといて、下に書かれてるのはこのコロナは動物だったりとかあと人間の周りでどんどん拡散していくみたいで、でもどの動物からこのコロナが始まったのかはまだ分かってないみたいですね。でも予想されてるのはこのコウモリ、今上に飛んでるねコウモリからこのコロナが始まったんじゃないかと呼ばれてます。で次がコロナの中身が出てきましたね。だけど下に書かれていることはコロナの名前の由来が書かれてます。なんかこのコロナの形形状が王冠クローンに似てるからコロナになったらしいです。で次がこういう感じのちょっと細胞に膜が張られてるような感じなんですけど、書かれているのがCOVID-19 が一回体の中の細胞に入るとそれが RNA っていう、 こう物質を放出するんですよね。でそれがこの体の細胞をどんどんコントロールし始めてそれが結構怖いよみたいな感じで書かれてます。ちょっとねこの絵とどう関係があるのかよく分かんなかったので、まあ、皆さんはじっくりねこれズームとかして見てほしいなって思うんですけど、で次ですね、次が人が出てきました。人がこう咳してますね。で書かれてるのが誰かがそれに感染するとこういう呼吸器飛沫って呼ばれる咳とかあとはくしゃみとかによってものすごい勢いで感染していくよっていう風に書いてあります。で次のページがこの水滴ですね、吐いた水滴が地面にくっつくとそれが数時間から多くて数日間このウイルスがその地面上に這いつくばってると。でもこの地面上から人に感染するかどうかっていうのは、明確ではない、はっきり分かっていないっていう風に書かれてます。でこのジグスペース面白いのが細胞とか物質系を書く表現ってめちゃくちゃリアルなんですけど、こういう人間とか動物とかが結構適当っていうねその辺が面白いなと思って見てたんですけど、で次のステップ進むと対策みたいなのが書かれてますね。手を洗いましょうっていうのと次を押すと、人が増えてきて、くしゃみとかをするときは手で覆いかぶしてやりましょう。で次がドアとかテーブルとかをちゃんときれいに拭きましょうねっていう風に書かれてます。こう人がね増えてきてくるって回すとこう均一に並んだりします。で次がお家が出てきましたね。お家って書かれてるのが今言った3つのアクションよりももっと大事なのがお家にいること。お家にいることによってそのウイルスをもうピックアップしないから絶対にお家にいましょうって書かれてます。でこれねお家の中見れるかなと思ったんですけど近づいてみたら見れましたね。こんな感じで中の部屋がどうなってるか見れます。この辺もなかなか凝ってますね。面白い。で人との距離、次ね人との距離なんですけど、1.5メートルから2メートル以上をこうディスタンス距離を取ってくださいと。なぜならその水滴とか飛沫感染みたいなのはこう1メートル以内とかで結構起こりやすいんですって。人と人が1メートル以内でくっついた時にそのウイルスが感染しやすくなるから、こう人と会う時は2メートルぐらいはちょっと距離を置きましょうねっていう風に書かれてます。これ私距離の話ねあんま知らなかったので結構へーって勉強になりましたね。で最後が地球が出てきましたね。地球これもねくるくる回せますよ。で今世界連合が治療に向けて研究中です。で私たちができることは、手を洗うこととあと人混みを避けることで、もし気分が悪くなったらもう本当に一人で行ってちょっと人と会うのを避けてくださいっていう風に書かれてます。でこれで終わりかな。あ最後ありましたね。最後あった、トイレットペーパー持ってる女の人がいる。
Just remember, toilet paper isn't care だって。絶対に覚えておいてください。トイレットペーパーを買い占めることは治療には何も役に立たないので、トイレットペーパー絶対こんな風に買い占めないでねっていう風に書かれてます。はい、本当にね、あの東京都内今全然トイレットペーパー買えなくて、私も昨日やっと一袋買えたみたいな感じだったんで、まあ、皆さんね、買い占めとかちょっと控えていただいて、みんなで協力して生きていこうねっていうのがこのアプリのオチだと思います。はい、でこのアプリなんですけど、録画とかあとプレゼンテーションモードっていうのがあって、こう人に何かを教えたいとき、例えばコロナの生態について教えたいときはプレゼンテーションモードっていうのを使うと人に教えることもできるので、ぜひねそういうのやってみたい人は使ってみてください。であとこの今回はコロナの AR のやつ紹介したんですけど、他にもジェットスペースっていろんなことを学べて、例えばサンゴ礁とかあります。サンゴ礁とかすごいですよ。こうタッチすると画面の中にこのサンゴ礁が全部現れて、中とかもこう近づいてみたりすると見ることができます。でプロセスですね、ステップを押していくとサンゴ礁のどうやってこう死んでいくのかとかも見ることができます。であとはバトルオブマラソンっていうのがあって、これは本がねこんな感じで出てくるんですけど、昔のギリシャの戦争をこういうストーリー性で本の上でどんどん展開していくっていう結構面白い AR です。これ結構歴史学ぶのにおすすめなので、お子さんとかいる人はぜひ使ってみてください。であとガジェット好きな人におすすめなのがこれ、ノイズキャンセリングのシステムについて解説してるやつです。ノイズキャンセリングがいかにして作動するのかみたいなのを、まあ、こうやって解説してくれるので、これもおすすめですね。で宇宙の生態とか学びたい人はこういうのもありますね。結構これも面白いです。ただやっぱりちょっと英語しかないっていうのがこのアプリのネックなので、どうか日本語出してくださいっていう感じなんですけど、まあ英語を学びつつ AR で生態を学べるので、まあ私としては一石二鳥なんで、まあそういう使い方をしてもらえるといいんじゃないかなって思います。はい、ということで今日はこんな感じでコロナについてジェットスペースで学んだ回でした。いかがだったでしょうか。ぜひ面白かったらいいねボタンをよろしくお願いします。でこうやって楽しく学びつつですね、何かこうね世界に発信できることを私もできればいいなって思ってるので、これからもなんか役に立つ情報とかあればシェアしていきますので、よろしくお願いします。はい、ということで今日は以上です。ご清聴どうもありがとうございました。バイバイ。